エビのノープリウス妖精ノープリウスは、甲殻類に共通の最も初期の妖精の名である。ノープリウス、あるいはナウプリウスと表記される場合もある。ノープリウスは、甲殻類の最も基本的な妖精の姿である。体はまだ頭部、胸部、腹部に分かれていない。ノープリウスの時期を経て、多くの甲殻類は、ゾエアの時期に進む。分類群によってその外見はやや異なるが、 三体の機能的な頭部付属子を持っている。体は楕円型や、梱包状等様々であるが、前方にまず枝分かれのない第一触角、その次に二枝型の第二触角、体中央より、後ろの側面にもう一体の付属子があり、これは大顎である。これより、後方の付属子は欠如しているか元気状である。また、はっきりした大切は見られない。この形は、 甲殻類の生体で言えば、頭部の全半分にあたる。生体の頭部では、この後ろにコアゴがについあり、それに続いて胸部の大節が並んでいる。体の前端中央に1個の単眼がある。側眼と対比して中央眼と呼ばれるものの一つである。この目をノープリウス眼という、3個のレンズと X 字型をした黒や赤などの色相、を、持ち。 簡単な明暗式の構造をしている。また、多くの軍では、変態に際して、体化消失し、側眼である一体の副眼を発達させるが、県微人孔海味人孔などは生態にまで残り、ノープリウス眼のみで一生を過ごす。この姿から発生が進むに従って、次第に大切と付属子を増加させる。ノープリウス陽性の体の後半に付属子の元が形成される。 ノープリウスの後期にあたる段階をメタノープリウスという。頭部に第一小額と第二小額が加わる。顎、足つなひげび類、軟骨ナオキアミ類の一部はメタノープリウスの時期に付加する。それ以降は、それぞれの分類群によって独特の経過を経て発生が進む。派生的である十脚目ホーランア目では、ノープリウスより、 多くの付属子を持つ状態の妖精が最初に現れる。それらの群は、より発生が進んだ状態に付加するものと考えられる。つまり、ノープリウス妖精の時期を卵の中で過ごしてしまうのである。そのような群でも、卵内の発生を見れば、必ず2体の触覚と大顎の元気だけが見られる時期があり、これを卵ノープリウスと呼ぶ。この卵は、 直径500マイクロメートル以上の大型で多量の卵黄を含むため、ノープリウスは卵表面に浮き彫りに姿を表すのみである。ノープリウス妖精を見るための最も簡単な方法は、ブラインシュリンプ、あるいはシーモンキーを飼育することである。これらはいずれも、広角ナエラーシアコーム項目に属するアルテミアアルテミアのことであるが、飼育業の餌用あるいは愛岩用として市販されている。 乾燥状態の卵を適度な塩水に入れれば、一晩で孵化して赤っぽい色の妖精が多数、遊泳するのが見られる。この妖精がノープリウスである。妖精をよく見れば、小さな腕を動かして泳いでいることがわかる。顕微鏡で観察すれば、先端が幅広い体に二体の腕が伸びており、それらの真ん中に一つだけの目があることが観察できる。二体の腕のうちの前方のものは、 1> 第1触角で単独の棒状、2番目が第2触角で中途で2分している。また、体の中ほどにはもう1体の付属子があるが、これは大顎である。飼育を続ければ、妖精の体は次第に長くなり、大顎の後方に次第に新たな付属子が形成されていく。AB、岩波生物学時点 P1068 ビット、ノープリウスハット AB、 岩波生物学時点 P1068C、ノープリウスガン岡田 P435、岩波生物学時点 P1149A、卵ノープリウス。ありがとうございます。